はい、プレボール、どうも野球人です。今回は中日助っ人の去就ということでございまして、12球団助っ人去就予想シリーズ。今回は中日編。まあ、9月にね、とうとう入りまして、具体的な去就の話もね、各球団、徐々に出てきております。で、そういった中で、今回は、試合化助っ人7選手。まあ、彼らの成績をしっかりと見て、来シーズン残留なのか、まあ、それとも退団なのかっていうところ、予想考察していきたいと思います。では、まず、野手の方から見ていきましょう。はい、まずはですね、ダルビッシュ有、来日9年目35歳、今季の年俸は約 3.76億円。まあ、ただ3年1000万ドルの契約でございまして、まあ、当時ね、結んだレートとはかなりかけ離れておりますんで、まあ、今現在のレートで換算すると5億円近くということになっております。で、まあ、このビシェードね、長く中日でプレーしている選手でございまして、今シーズン3年契約3年目、去年成績を落としてしまって、今シーズンね、なんとか復活をというところでございましたが、ここまで成績見ていきますと、1軍で46打席9安打1ホーマー2打点、打率が2割9厘で、2軍では201打席で51安打6ホーマー25打点、打率が2割9分オーベス 0.845 という成績になっております。はい、このビシェドね、残留要素でお話していくと、まずは外国人枠外、ここはありますよね。昨年国内不平均を食して無事今シーズン外国人枠から外れているビシェド。まあ、当年に関しては助っ人選手のネックであるね、登録制限が外れますんで、まあ、そこでかなり使いやすくなると。で、あとは実績ですよね。まあ、今シーズンなかなか一軍で活躍ができておりませんが、まあ、過去の実績を考えれば残す方向に動いてもね、不思議ではないかなというところでございます。で、一方で対談要素でお話していくと、まあ、やはり年俸っていうところ、まあ、ここめちゃくちゃでかいですよね。まあ、先ほども言いましたが、今のレートで言うと5億円近くになっているというところもありますし、まあ、彼一人で相当な負担にはなってしまっているというところでございます。まあ、トレードもあるんじゃないかっていうね、話もあった中か、なかなかそこもね、成立しなかった理由にこの年俸っていうのはありますんで、そこはもう間違いなくネック。で、さらに年齢、もう今現在35歳、かなりのね、ベテランの域になっているビシェド。その中でなかなかね、一軍で活躍できないとなれば、まあ、来シーズン以降もどうなるか分かんないっていうところもありますんで、まあ、その辺も不安要素で、さらに起用方針、まあ、見ての通り2軍でそこそこ打っているビシェド、まあ、ただなかなかね、1軍に呼ばれていないっていうところを考えれば、もうちょっとね、フロントは構想外と考えているんじゃないかなっていうところも言われておりますんで、まあ、個人的予想は対談濃厚。まあ、やはり今ビシェドが置かれている立場とか、その辺を考えていくと厳しいものはありますし、まあ、若手もね、石川選手や福永選手の台頭で、さらに中田選手も来年までで契約残っているっていうことを考えると、やはり彼が中日に残るっていうことは考えにくいのかなというふうに思いますんで、まあ、やはり対談は規定路線になってくるんではないでしょうか。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目はオルランド・カリステ、来日2年目32歳、今季の年俸は約5000万円、さっきは3000万円。はい、このカリステね、昨年中日に加入した選手でございまして、まあ、内野のね、ユーティリティとして特に後半戦素晴らしい活躍を見せておりまして、2年目の契約をつかんでおりました。で、そういった中で今シーズンね、ここまで見ていくと、1軍で337打席で90安打7ホーマー33打点、打率が2割8分4厘、オベス0.698で、2軍では5打席立っておりまして3安打打っております。はい、このカリステね、残留要素でお話しと、まあ、まず成績っていうところ、ここが素晴らしいですよね。まあ、去年後半戦にしっかりと成績を残した、その状態のままね、シーズンに入ってこれておりましたんで、打点の今シーズンでは素晴らしい成績を残しております。で、さらにユーティリティ、まあ、元々二遊間を中心にこなしていた選手でございまして、まあ、今シーズンはね、そこはやらずにホットコーナーと、あとは外野にも挑戦、まあ、センターでのね、起用っていうのも割と目立っておりました。まあ、ちょっとセンターではね、指標はかなり悪いっていうところはあったんですが、まあ、ただ内外やいろんなところを守ってくれて、この成績っていうのは本当助かっているっていうところもありますし、で、さらにそこまでやってくれていて、年俸は格安の5000万円、まあ、コストパフォーマンス的にも超優秀な選手かなというところでございます。一方、対談要素は特にないんじゃないかなというところでございます。まあ、ちょっとね、8月は少し状態が落ちているっていうところはあるんですが、まあ、それでもね、最低限は打ってくれておりますし、まあ、しっかりシーズン通して300打席以上経っていい成績を残している。まあ、ここからね、かなり状態が落ちてもそこまで評価は変わらないとは思いますんで、個人的予想はかなりの確率で残留は濃厚になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱね、中日外野っていうところもね、なかなか今シーズン苦しんでいたっていうところもありますし、まあ、いろんなポジションを守れて、まあ、なおかつね、年俸も安いとなれば残さない理由がないんじゃないかなっていうところでございます。まあ、しっかりね、2年目 NPB にさらに適応してくれているっていうところを考慮しても、まあ、残留は固いかなというところではないでしょうか。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてアレックス・ディカーソン、来日1年目34歳、今季の年俸は約7000万円。はい、このディカーソンですね、 MLB で実績のある外野手でございまして、まあ、昨年はね、メジャーに上がることはなく、メキシカンリーグなどでもプレーしておりましたんで、まあ、実績の割にはかなり格安で取れていたというところはありました。まあ、そういった中で打力の方で期待されていた選手でございましたが、ここまでの成績は1軍で102打席18安打3ホーマー、打率が2割5厘、オーベス0.666と、で、2軍では48打席で10安打1ホーマー、打率が2割3分
部3人と。はい、このディカーソンね、残留要素で言うと、まあ、まずは長打と出塁能力、まあ、これはですね悪くはないかなというところでございます。まあ、今シーズン打点のね傾向がある NPB でしっかりとフォアボール選べて、で長打も打てるっていうところは魅力ですし、でさらに左打者っていうところ、中日ですねとにかく左の強打者っていうのが少ない球団でございます。まあ、その辺はね割と今後の課題っていうところでもありますんで、まあ、だからこそねディカーソンにかかる期待っていうのも大きかったのかなというところでございますが、で一方で対談要素でお話していくと、まあやはり年齢っていうところ、ここはね割と厳しいなというところはあります。もう34歳、来年で35歳ということになっておりまして、まあカリステのように来年残して成績が向上するかというと、まあそれもなかなか難しいなっていうところはありますよね。さらに守備に関してもなかなか厳しいっていうところもありますんで、まあ出すにしてもね DH がやっぱいるなっていうところはありますし、まあ代打で置いておくにはっていうところもあります。でさらに稼働、まあこのディカーソンね来日前から言われておりましたが、とにかく怪我が多いんですよね。まあそういった中で大丈夫かっていう声もあったんですが、今シーズンもちょこちょこ離脱っていうところもありまして、まあ1軍2軍合わせてもね打席数っていうところは200打席に満たないというところはありますんで、まあその辺を考慮していくと個人的予想は対談濃厚、まあやはり万全な状態であればねそこそこやってくれそうな感じはあるんですが、怪我もやっぱ多いですし、プラスまあ年齢っていうところを考えれば、まあ来季の契約っていうのはねやはり厳しいんではないでしょうか。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてクリスチャン・ロドリゲス、来日1年目、22歳、今季の年俸約1000万円。はい、このロドリゲス、キューバから派遣されている選手でございまして、初めは育成契約でございましたが、開幕前に支配下に昇格で、成績見ていきますと1軍では打率1割3分、オーペス 0.29 で、で2軍では210打席で47安打、打率が2割5分8厘、オーペス 0.633 という成績になっております。はい、でまずね残留予想を見ていくと、まずは年齢っていうところ、ここが非常に若いですよね。まあ22歳、まだまだこれからの選手ということになっております。でさらに年俸もね1000万円で、さらになんといっても9番圏でございます。まあ中日キューバとのパイプっていうのは未だしっかりと不足ですね。毎年ね複数人選手を送ってもらっている状態、まあそういった中で1軍ではね活躍ができていないんですが、まあ2軍でしっかりと結果を残しているというところを考えれば、こう長期スパンでね育てていく選手なのかなというところでございます。一方で対談要素で言いますと、まあ1軍成績、まあこれはねなかなか苦しんでいるっていうところはありますよね。まあただですね、やはり個人的要素で言うと残留は濃厚、まあやっぱね2軍でもそこそこは打っておりますし、まあ中長期的に見てしっかりと育てていきたいというねポテンシャルっていうところは1年目で発揮はできていたんじゃないかなというところでございます。まあただですね、来年も試合かかっていうとその辺は分かんないところでもありますし、まあ彼をね評価している辰巳さんも来年ね監督やっているかどうかっていうのは分かんないですし、まあ過去ね同じく1年目で試合下に上がったキューバ選手をオフに育成落ちにしていたケースっていうのもあるんで、まあ彼もねそういった形になってくる可能性は十二分にあるのかなというところでございますね。まあ残留はほぼほぼ固いでしょうが、試合がから外れるっていうところはですね全然あるのかなというふうには思いますが、はい、では野手は以上ですね。続いてピッチャー見ていきましょう。はい、続いてライデル・マルティネス、来日8年目、27歳、今季の年俸は約 2.61 億円、まあ正確にはね230万ドルほどというところでございまして、まあ今のレートで言うとね 3.3 億円ほどということになります。言わずもかな中日の守護神ライデル、今シーズンね契約最終年というところでございまして、非常に去就が注目されている中でのここまででございますが、成績見ていきますと1軍で51登板、49イニング1勝3敗7ホールド、35セーブ、防御率 1.10 で、2軍ではね登板がありません。でライデルですね、残留要素でお話していくと、まあまず絶対的な抑えっていうところ、まあそこはねまあ本当に毎年ね素晴らしいところでございますし、まあスタッツで言うとね少し去年よりは落ちておりますが、それでも他球団の抑えと比較していくとですね申し分ない成績となっております。まあなんで当然残留っていうのはね何としてもしたいところで、さらにライデル自身の意思、まあライデルね、まあ、亡命もねないんじゃないかっていうところも言われております。でさらに中日に愛着っていうところもですね持ってくれておりますんで、まあその辺に関しては今オフの交渉に向けてめちゃくちゃ大きい材料の一つになってくるんではないでしょうか。で一方ね対談要素で言うと、やはりまあ年俸面というところ、そこはですね一番心配されているポイントでございますし、まあもしかしたらマネーゲームになれば10億円規模になってくるんじゃないかというところも言われております。まあそれが払えず他球団の流出、まあそうなってしまう可能性もねだんだん言われ出してきているところでございます。まあやはりねキューバ政府との関わりがある球団というのは限られておりますが、まあ新たに参戦してくる球団も出てくるかもしれませんし、まあ、ライデルに関しては亡命の心配もねないっていうところも言われておりますんで、まあその辺どんどんいい契約の争い
争いになって、でさらにキューバ政府がね絡んでくるっていうところもありますんで、他球団移籍というところになってしまってもね何ら不思議ではないかなというところでございます。まあなんでそれもあるんで、個人的予想はまあ残留停止ではあるんでしょうが、まあ去就はねどうなるか、まあ正直読めないところでもありますよね。まあただですね、個人的にはそこまで言われてるほど流出でもないのかなというか、まあしっかりね先ほども言いました通りビシェドも対談が濃厚でございます。まあそこで5億円くらいは浮きますんで、まあその他もろもろですね、浮いた金額をライデルに投資すればですね、まあその辺はクリアできるポイント、まあやっぱキューバと中日の関係性っていうところもありますんで、まあ7割方は残留じゃないかなっていうふうには思っておりますが、まあただねこればっかりはオフにならないとわかんないところでもございますんで、どうなってくるのかな。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてウンベルト・メヒア来日2年目27歳、今季の年俸は約1億円、さっきは5000万円と。はい、続いてこのメヒア、昨年ですね途中に中日が獲得してきた先発ピッチャーでございます。まあ、ちょっとね怪我はありましたが、しっかりと成績を残して今シーズンの残留を掴んでおりました。でそういう中で2年目のここまでは1軍で15登板 75.2 イニング3勝8敗、防御率 4.88、 打差し率 6.07、 予識率 2.85、 2軍では4登板で防御率 0.78 と。はい、このメヒアで、ね、残留要素で言いますと、まあ、まずは予識率、ここはいいですよね。しっかりと制球は安定しているピッチャーでございますし、まあ、ちょっとね指標は悪いんですが、スタッツで見ていくと去年よりはね成長を間違いなく感じております。であとは年齢、まあ、27歳と非常に若いっていうところもありますんで、その辺も長期的に見たいポイント。でさらに先発事情ですよね。ここはね中日今年めちゃくちゃね厳しいっていうところはありまして、まあ、怪我人も多く出ていたっていうところもあるんですが、こう頑張ってほしい選手がねなかなか活躍できていないっていう現状もありますんで、まあ、その辺を考えていくと試合を作れるピッチャーをね一人でも残しておきたいところかなというふうに思います。で一方で対談要素で見ていきますと、まあ、防御率、まあ、この辺はねなかなか厳しいものがありまして、ピッチャー有利のバンテリンドーム、まあ、それで防御率 4.88 はねちょっと苦しい数字っていうところがありますし、まあ、助っ人として残しておくかっていうと厳しくねなってくるラインなのかなというところでございます。でさらに稼働面ですよね。そこも割と良くないっていうのがこのメヒア、まあ、去年もね結局怪我でシーズン終了っていうところでありましたが、今シーズンもねちょこちょこ離脱っていうところをしておりまして、まあ、今現在もですね右太もも裏を痛めて離脱しております。まあ、まだ若いとはいえその辺はねやはり残留に向けてのマイナス要素になってくるのかなというふうに思います。まあ、その辺考慮して個人的予想は対談濃厚、まあ、正直ですね今の中日の先発陣であればメヒアを現行で残しつつ新しい先発ピッチャー取ってくるぐらいでねちょうどいいんじゃないかなっていうふうには思いますが、まあ、ただね怪我しがちっていうところもありますし、防御率もね見た目良くないっていうところもありますんで、まあ、その辺考えるとバッサリ切ってくるんじゃないかなというところでもあります。まあ、こう中日ファンからの信頼というのもねなくなりつつあるのかなっていうふうには思いますんで、まあ、指標的には残してもいいんじゃないかなっていうところではあるんですけど、まあ、対談という形になってくるんではないでしょうか。はい、では次は最後ですね見ていきましょう。はい、では最後マイケル・フェリス来日2年目31歳、今季の年俸は約1億円、さっきは3000万円と。はい、彼もですねメヒア同様昨年途中に中日に加入した選手でございます。まあリリーフとして活躍いたしまして2年目の契約を掴んでいたわけでございますが、ここまでの成績見ていくと11勝番12イニング0勝1敗、防御率 3.75、 奪三振率 4.50、 予識率 4.50 と。で2軍では24登板で 23.1 イニング2勝0敗、防御率 0.77 と。はい、まあ、このフェリスね残留要素で見ていきますと、まあ2軍成績ですよね。まあ、この辺は非常に安定しているんじゃないかなというところでございますし、まあ、なかなかね上に呼ばれる機会っていうのもなかったんですが、しっかりと成績残し続けて今ね1軍に帯同できております。で一方で対談要素で言うと、まあ、やはり1軍成績っていうところ、まあ、この辺はね当然物足りないというところでございます。まあ、今現在1軍にはおりますが序列も低いですし、まあ、防御率も3点台後半で、特に奪三振率がね昨年と比較してぐっと下がってしまっておりますんで、やはりこう残留に値するパフォーマンスは今現在見せれていない状況で、さらに中日のリリーフ事情、まあ、やはり中日はねリリーバージン非常に優秀な選手が揃っておりますし、そういうところを考えてもね、まあ、無理にフェリスを残しておく必要もないのかなというところでございます。まあ、その辺も含めて個人的予想は対談濃厚、まあ、やっぱねここからしっかりと投げても20登板弱くらいかなというところでございますし、やはりね残したいラインには届かないんじゃないかなというところでございます。まあそうであればしっかりと切ってまたね新しい選手にかけるのが一番いいんじゃないかなというところでございますし、まあ、どっちかというとねリリーバーより先発を厚くしたいというところはあると思いますんで、まあ、編成的にもね先発2枚にするぐらいでいいんじゃないかなというところでありますんで、そうなってくるとやっぱおのずと対談になってくるんではないでしょうか。はい、というわけで以上ですね7選手見ていきました。さっとまとめて終わりましょう。
はい、ではまとめていきましょう。今日見ていったのは中日の試合か、助っ人挙手予想7選手ですね。まあ、まずは野手見ていくと、ビシエドが対談濃厚。まあ、やはりね、今のままだと残留っていうのはなかなか考えにくいというところもありますので、まあ、コストカットも込みで対談になってくるんではないでしょうか。で、一方、カリステはね、まあ、文句ない成績でしょう。で、ディカーソンは対談濃厚。やはりまあ、怪我が多いっていうところと、年齢、守備っていうところを考えれば、まあ、来年もっていうところではないのかもしれません。で、クリスチャン・ロドリゲスは残留濃厚でございますが、まあ、もしかしたらね、またね、育成契約になってしまう可能性もなきにしもあらず。で、ピッチャーで言うと、ライデルはね、当然残留提示。というかまあ、もう残留交渉はしていると、まあ、他球団のね、流出の可能性もありますんで、まあ、この辺はどうなるかというところでございますが、まあ、個人的にはね、残留の方が可能性は高いんじゃないかなというふうに思いますが。で、あとはメヒアとフェリス、共に対談濃厚。まあ、しっかりと入れ替えて、先発ピッチャー取ってくるんじゃないかなというところでございますが。はい。というわけで、まあ、ざっとね、こういう感じになっておりまして、結構ね、対談する選手が多いんじゃないかなというところでございますが、まあまあ、その辺、皆さんも思うところありましたら、コメント等いただければ嬉しいです。はい。では、以上ですね、野球人でございました。性能ゲームセット。ありがとうございました。